今日は姫エビとわさび菜のリゾットを作っていきたいと思います。今日はこの姫エビとわさび菜のリゾットですね。今回はまあ日本で撮影してるんですけれども、まあ、日本のこの食材ですよね。この青菜の、まあ、わさび菜と呼ばれる、まあ、からし菜の一種ですね。ちょっとピリッとした辛みと爽やかな香りが特徴のこの青菜と、あとこの静岡県のいわゆる姫エビと呼ばれる小さいエビですよね。日本の食材名ではオキアミとか呼ばれる本当に小さいエビ、桜エビとはまた違う品種の、まあ、小さいエビ、乾燥したエビですよね、に合わせて、まあ、今回は日本のお米を使って、まあ、本当にシンプルにこのわさび菜と姫エビのリゾットですよねを作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。今日はこの姫エビとわさび菜のリゾットなので、まあ今回はもう、まあ、いつもの感じでシンプルにこの玉ねぎを切って、まあ、リゾットを作っていく感じですよね。まあ、今回はちょっとこの新玉ねぎ、このサラダでも食べられるような甘みのある玉ねぎを使うんですけど、まあ、好みの玉ねぎで使ってあげてください。まあ、ザクザクと切って本当にみじん切りにする感じですよね。今回はちょっと玉ねぎが大きいのでちょっと多めげですが、まあ、好みの量で入れてあげてください。はい、ではこのみじん切りした玉ねぎを鍋の中に移していきます。ではオリーブオイルを入れて玉ねぎを炒めていきますね。ここにこう軽く塩も打って、ちょっと玉ねぎから水分を出すような感じの下味の塩ですよね、一緒に入れてちょっと炒めていきます。はい、ではこう玉ねぎがこうしんなりして、まあ、ゆっくり火を入れた感じですよね。ではここにお米も入れて一緒に炒めていきます。今回このお米が絹娘という品種のお米を使うんですが、まあ、ちょっと日本のお米でどういう状況になるのかって感じですね。まあ、こうゆっくり炒めて温度帯が上がるまで焦げないように温度帯を上げてあげましょう。はい、ではこう温度帯が上がってお米の温度がしっかり温まった感じですよね。まあ、イタリア語ではトスターレって言うんですけど、しっかりお米を炒めてあげて温度帯が上がったところにこの白ワインを入れていきます。でこのワインを入れたら火を弱めてあげて、このアルコールに引火しないようにってことですよね。しっかりこの酸味を飛ばしてあげて、いつも言っているスフマーレの話ですね、アルコール分を飛ばしながらこのワインの旨味を引き出してあげる感じですよね。じゃあちょっと温度帯が上がるまでちょっと待ってあげます。要はアルコールを飛ばして酸味を飛ばすってことですね。はい、ではこのワインの酸味が飛んだ香りですよね。でそこにこのブロードを入れてあげます。こちらのブロードは今回水に本当に玉ねぎのこの硬い部分だけ、いわゆる端材ですよね、を入れて簡易的に作りましたが、お好みの野菜のブロード、もちろんお肉のブロードでもお好みのブロードを使って作ってあげてください。で水分を入れたらちょっとこう優しく鍋底を、お米は要はくっついて焦げないようにということですよね、しっかり全体を優しく混ぜてあげましょう。まあ、お米が割れないように優しく混ぜてあげるのがいいですよね。じゃあこのままこうプクプクと弱い火でゆっくりゆっくりお米を茹でてあげましょう。はい、ではフライパンにこの姫エビですよね、乾燥したエビをちょっと乾いりして、ちょっとこう香りを引き出してあげる感じですよね。やはりこのこういう桜エビ、姫エビ、まあ、乾燥している乾物のものですよね、香りをこう炒めて乾いりして香りを引き出してあげるのがすごく香ばしくて美味しいと思います。ではこの姫エビがこうしっかり乾燥されてちょっと香りが豊かになった感じですよね。あんまりこの香りをいわゆる入りすぎると香りを損ねてしまう、要は香ばしくなりすぎてしまうので、さっとこう軽く乾入りしたようなパラパラとする感じがいいですよね。ではこれをこのまま焦げないように別に移して、ちょっとフライパンの温度を下げておきます。では次にこのニンニクを
皮を剥いて、まあ炒めていく感じですね。まあいつもの粗みじん切りの感じですよね。ザクザクと切ってあげて、このフライパンの中に入れていきます。まあ、先ほどエビをちょっと乾いりしたフライパンなんですけど、まあ、この温度帯を下げてあげて、まあ、このエビのまあ旨味を無駄なく使ってあげるといいかなと思います。でここでちょっとオリーブオイルでちょっとニンニクを弱い火で炒めてあげる感じですね。はい、じゃあ今回このわさび菜を使うんですけど、ちょっとこのわさび菜の特徴があって、この茎が1本あって、まあ、葉がこう伸びてる感じですよね。でこの茎と葉をちょっと使い分けたいので、ちょっと外していきます。まあ、この辺の太い葉の部分は特に気にしなくていいんですけど、まあ、この茎と葉をなるべく分けてあげるといいかなって感じですよね。まあ、なるべく葉の大きい部分と小さい部分を分けてあげる感じですよね。でこれぐらいになったらこれをちょっとザクザクと切ってあげて、一緒にこのフライパンでちょっと炒めていきたいのでってことですよね。ちょっとザクザクと切って、これを先ほどのニンニクのフライパンにニンニクを炒めてるところですよね。ちょっと温度、この火を上げてあげてってことですよね。ちょっと食感を生かしてあげたい、さっと炒めてあげる感じですね。しっかりフライパンの温度が上がったところに、ちょっとこうシャキシャキした食感を生かしてあげたいので、もうほんとこのオリーブオイルとニンニクだけですよね。シンプルに炒めてあげる感じですね。でもほんとさっと炒まったら、あとは余熱でもどんどん火が入っていくので、このここで火を切って、ちょっと温度帯を下げておきます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあリゾットのお米がだいぶ硬さがだいたい8分目9分目ぐらいまで来た感じですよね。じゃあここに先ほど炒めたものですよね、わさび菜を合わせていきます。このニンニクと油分と一緒に合わせてあげて、でちょっとこうざっと混ぜてあげる感じですね。だいぶこの水分量飛んできていい感じなので、ここに先ほど外したこのわさび菜ですよね、ちょっとこう細かくちぎってあげながら、まあ大きくなりすぎないようにということですよね。ちょっとこうちぎって合わせてあげて、でこれちょっと全体を混ぜてあげる感じですね。まあここでさっと本当に火を入れてあげる感じですよね。結構このわさび菜は本当にシンプルにそのまま食べても美味しいんですけど、本当軽く加熱するとこのわさび菜の特徴のこの辛みや苦みが本当柔らかい食感になるんですよね。もちろんあのアクセントとして最後に盛り付け的にそのままフレッシュの乗せてもいいんですけど、今回は豪快に全部入れちゃいました。でこのわさび菜ですよねを入れることで、この水分をだいぶ飛んでくるので、ここで火を止めて、これからマンテカーレですね、チーズとバターを入れて最後に仕上げていきます。ではこのわさび菜を入れたこのリゾットですよね、バターとパルメジャーノレジャーノちょっと削りながら入れてあげて、いつもお伝えしている通りこのバターとチーズの量は本当にお好みの量なんですが、あまりチーズは入れすぎるとチーズの味になってしまうので、あくまでこのわさび菜とお米、あとこの姫エビですよね、の味を損なわない程度の量で入れてあげるのをおすすめします。ではここでこのコンロから下ろして、まあ温度帯を下げながら、いつも言うマンテカーレですよね、しっかりこの温度帯を下げながら、このバターとチーズの粘度をつけながらとろみを出していく感じですね。もうほんとさっと優しく混ぜてあげると、この余熱でこのわさび菜もしんなりした、でも食感の残るような火入れになってくるかと思います。いいですね、これぐらいの濃度で。あとはこの塩分で調整して、もし塩分が足らなかったら最後に調整してあげてって感じですよね。ちょっと一つまみのお塩を入れて仕上げる感じにします。じゃあこれ混ぜて盛り付けていきます。
はい、では盛り付けていきますね。仕上げにこの姫エビですよね、ちょっと手で砕きながらちょっとこうパウダー状にしてというか食べやすいようにですね、全体にかけてあげます。はい、ではこれで完成です。はい、バラペティといただきます。あ、いやね、実はね、あの今回は、はい、あの何でしょう、まあ、日本にね実はこう一時帰国してるということで、はい、あの日本にあるね食材を普通にこうスーパーで買って、はい、ちょっと龍介さんに作ってもらうという無茶ぶりを私がしました作らせていただきました。ありがとうございます。なので、まあ、ちょっと早速食べていきましょう。はい、いただきましょう。はい、うん、うん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 、なるほど、うん、あ、うまい、うん、あの美味しいですね。はい、まずね、うんうんうん、まあこうすごく予測していたことであるんだけど、はい、お米の種類がね、まずリゾットなので違いますよね。はい、で、あの日本の今回はね、お米を使ってるんですけど、はい、やっぱりなんていうのかな、こうもちっと感っていうのがやっぱちょっとあるかな、もちっとしてるというか、うん、そうですね。うん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 。だからそのなんだろうね、この柔らかみというか、はい、米自体の存在感が、うん、まあ俺が日本人だからかもしれないけど、うん、やっぱり普段イタリア食べるリゾットよりもなんかより米の存在感があるように感じるんだけど。そうですね、うん、あとは粒が比較的イタリアのお米よりも小さい印象があるんですが、うん、この食感と香りが本当にね、うん、いいですね、うん、いや本当に、うん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 、いや非常に美味しいです。やっぱり初めのそのリゾットとして食べた時の、うん、そのこう印象というかね、うんうん、あのイメージがやっぱすごい面白いのと、うんうん、あとまあその上でね、やっぱりこの食材がね違うとやっぱりいろいろと面白いなと思って、うんうんうん、まずこのわさび菜ね、うん、あの俺てっきりわさび菜っていう名前なので、はい、わさびのようなわさびから生えてる葉っぱからかみたいな勢いで思ったんだけど、はい、いやこれはなんて言ったらいいのかな、やっぱりそのからし菜とかとね、はい、似てるっていうことなんだけど、うんうんうん、すごいさすっきりしててね。そうですね、爽やかな感じが、爽やかな、うん、でなおかつこの食感がシャキシャキして、うん、この爽やかな味がいいですよね、うん、これはともやっぱ茎かな、うんうん、茎がなんかすごいサクサクっとしてない。そうですね、シャキシャキっていうか、うん、ほんと軽くさっと火を入れた感じなんですけど、うん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 、もしかしたらもうちょっとフレッシュで食べても、うん、よりこのわさび菜の辛みだったりがアクセントとしていいかもしれませんね、うんうん、なるほどね、うんうんうん、まあ、だからイタリアにもね、こういわゆる青菜というか、はい、たくさんあるじゃないですか、はい、やっぱ全然それとこうまた違うこう風味ってあるね。全然違います ね、うんうんうん、やはりイタリアの青菜とは圧倒的に違うのはこの繊維の柔らかさで、なおかつみずみずしさですよね、うん、すごく印象的で、うん、確かに、うん、それを活かせる調理法としては、うん、まあ、今回さっと炒めてさっと和えましたけど、うん、それプラスちょっとこのそのまま食べても美味しい野菜だと思うのでってことですよね、うん、はい、だからこう見ようによってはさ、うん、まあ本当に身も触らないこと言うけど、はい、おかゆのような感じがするじゃない、はいはい、日本の要は白米 で、うん、でこうちょっと青菜が入っていて、はい、ちょっとこのエビがね、うん、あのかかってるってなんかちょっとこうおかゆであってもおかしくない食材の組み合わせとかさ、確かに、はいはい、そうなんだけどこれがねやっぱりね全然違うのよ、これきちんと、うん、いわゆるイタリア料理を食べてる時の感覚、うんうん、やっぱりお米の一つ一つがはっきりしてますよね、うんうんうん、結構こうなんていうんですか、輪郭がはっきりしてるというか、うん、本当に本当に、うんうんうん、あとこの姫エビのこのエビの香りがまたやっぱりいいですね、うん、これはそうね、うん、このまたエビもなんだろうね、うん、イタリアにもエビあるんだけどね、うん、こういうちっちゃなエビいないのかな
わかんないけど、見たことないですね、ね、見たことないって言われるんだけど、うんうん、やっぱり風味が違くて、なんだろう、まあすごくイメージで言っちゃうけど、うん、和を感じるというかね、はい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 、和食の和を感じるっていう ね、 そうですね、和の食べ物の感がすごいある、うんうんうん、とても面白いです、とても面白いです、日本で実際にそのね、こう日本の食材を使って、うん、実際こっちで手に入る食材を使って、うん、まあ龍介さんに用意していただくとどうなるのかっていうのは、実はね今回ね、こう僕も初めて、うん、体験しているので、はい、こうどうなるかなっていうところがあったんですけど、うん、あ、しっかり龍介の料理だっていう感じで、うん、でもやっぱり食材が違うことによって、うん、きちんと日本の食材、日本で使う食材の美味しさとか面白さとか特徴っていうのがやっぱりきちんと感じられるリゾットになっているので、これはとても良い発見です。楽しんでもらえてよかったです、うんうんうん、いや、ガンガンいけるね。ガンガンいけちゃうね、ガンガンいけちゃう、はい、うん、これガンガンいけちゃうね、これ今日ちょっとワインというものを用意していないので、はい、うん、あれなんですけど、これワイン用意しちゃったら、そうですね、ガンガン、これは白ワインですね。そう、いや、これ白ワインと合うね、うんうんうん、それはちょっとミスったな、はい、白ワイン用意しときゃよかった。うん、いや、面白い、とても美味しいし、料理付けの料理だし、でもきちんと日本のこの地元で取れる食材っていうのの味わいっていうのをこうきちんとね感じられるので、じゃあこれをまたゆっくり食べさせていただきたいと思います。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。